ブレイブメンロード。せ、せ、押せ。こういうとこ登ったりはいける。いいね、簡単にポンポンとアイテム取れるのありがたい。こういう変なところの宝箱、かなり回り込んでじゃないと取りに行けないみたいなことをザラにあるからね。スムーズに取れると気持ちいい。装備アイテムも手に入り、お、飛べた飛べた。さっき入りそびれたこちらが、なんか一瞬執事紳士系かなと思ったけど顔がだいぶふざけてますな。ここは招待状がないとダメか。レストランか。異次元さんを断り、いきなりブブ漬けも出されるか。いや、そこまで至っていないな。お邪魔します。レイソーの噂かい。ちょっとそこ行きたいんですけどね。上の入り口を塞いでくれ。なんかヒントかな。外側から回るとうまいこと隠し通路のごとく侵入ができそうだね。上に登るところ、どこだどこだ。お、降りれる。降りれた。宝箱こんなとこにあったのか。あ、へそくりごっつんです。こっちの上からかな。お、入れた。上の入り口塞がれてませんね。ありがたい。ここら辺に登れない。下降りてもしょうがないし。ん？ここは何しに来たんだ。このお、やっぱり押せた。これを押してここ登る？ここ入れそうな。入れはしないが上に来れた。景色がいいだけだ。とりあえず登りいいの？いい場所の共有をしただけで。でもこれうまいこと使えば、あ、行かないか。はい、塞いじゃった。こっち側に降りて、お、いいねいいね、行けますね。やったー。こういう風にゲットできるとありがたい。ブヌーヌ、ブヌーヌと鬼行く。探索のしがやって楽しいな。これはね、実際やるとね、脳汁出てくるタイプだろうな。攻略サイトとか見ながらでね、取り逃しないよう進めるのも、そういうのも楽しいけど、何も調べずに、自らの感覚で、ゲットできたりすると、それはそれで気持ちいい。もう今ね、どこ行ってどこ行ってないか分かんないぐらいだからね。いや、探し、いや、探し。RPG の主人公の特権。だろ。絵描きさんかね。北の釣り場、行きましたよ。もうコンプしちゃったんで、しばらくは行かないかな。でも、切り身が簡単にゲットできるから、お魚料理はバンバン作れるからね。もちろん他の素材は必要だけど。お、ご飯だご飯。取りに行きたいところだが。
大体登って解決する。しかしご飯いっぱいじゃないか、もしかしてな。あ、ご飯じゃなかった。素材が手に入る系もあんだね、あのバスケットからは。そこにもバスケットが。食べ物系が出るってことだね。海の幸、海の幸と海の道よ。立ち平泳ぎ、砂のお城、これを。お、ありがとう、いきなりアイテムもらえた。でっかい、この船もう居住区がしっかり出来上がってんね。船着き場の下を泳いでた。そこに何かあるってことだね。宝箱か虹の巻き貝か。こういう何でもない村人からそういうヒントもらえるの嬉しいね。だからしっかり話しかけて情報を得ておかないと取り逃しが起きそうだ。塩水で洗ってるのかい。泳いで泳いで深いところへ。沈んでいる物もあるね。船着き場の下、なんか潜れそうなところあるかね。お休み中、散るってるね。酒場だ。そこが多分目的の場所だろうね。風を感じている。入れた。なるほどね。もしかして虹の巻き貝の交換場所か。我が自宅へようこそ。交易人の症状持ってるよ。なんとなく、そうなると話は変わってくるぞ。隠れ位置、受けるダメージが増える。え、獲得する経験値が増える。え、それ美味しすぎる。特定の状況でダメージが上昇する。なんだろう。戦闘中に弱点とボス以外の敵の HP を暴く。へえ、便利だね。でも獲得経験値アップはいいんじゃないか、これ。獲得する経験値、あ、最初からオンになってる。 35% の確率で攻撃をブラック。実際効果見るとより細かく書いてあるね。難易度を下げすぎない程度に活用していきたいな。ここですかね。酒場だ。コーヒーの大サイズ、米田サイズくらいは出してくれるかな。結構このゲーム、住人の普通のトークも何かしらヒントになったりもするからな。止まっていく？ガール置いてけぼりで止まっていこう。いない、ガールだけいない。ガールいた。お、何か新しいレシピもらったかい？何か新しいレシピ増えると思ったが。ホイールズのゲーム台、自分のホイールと2個のフィギュアを持っていれば。なんだそれ、本当に遊べる、そういうミニゲームかな。海賊いた。腕相撲はちゃんとミニゲームとしてあるかな。なんだ、そんな腕相撲大好きなのかみんな。まあこの腕相撲を見て賭けをして楽しむんだろうね。あえてナメプか。いやでも逆に負けそうだな。ちょっと相手をなめすぎちゃダメだよ。
はいはい。あ、これは負けバトルだな。ビクンビクン。大胸筋がやばいことになってる。腕相撲じゃなかった。そんななんか気合い入れるとちょっとの間だけそのマッスルバディになったんだ。ん？魔法のシャツ。なるほど、その力だったのか。ドーピングだよ。いいからドーピングだ。何回でも破っちゃう。しかし反動が強いな。破けた後元に戻るシャツ、素晴らしいね。ということで取引に応じてお買い物、じゃあお使いか。あの丸い部分か、入り口のなかった。幽霊船長に渡して船を譲ってもらう。幽霊船で行くんだ、さすが海賊。眼帯取れた。お、いっぱい同行者入った。これでキャンプとかしたりすると増えてたりしないかな。いる、いいね。こまめにセーブしときなよ。ありがとう。今度はガールもいる。